よかった、生きてる。おい、なんだよ。あのキスはそういうんじゃないぞ。嬉しいの、クロエが元気そうで。なんか気持ち悪いな。おかげで目が覚めたけど、徹夜で探偵ごっこしてたせいで頭ぼーっとしてたからさ。てか、この話したよな。私が寝てる間にまたなんかしたか。してないよ、私もぼーっとしてるだけ。いつも通りの風景に帰ってきたんだ。ボードを見て、これまでに分かった情報を整理しよう。プレスコット家を追求する記事なんて初めて。やった。どんな名探偵でも手がかり全部は使わないよね。徹夜はコーヒーを飲むいい口実だよね。うん、いつものクロエだ。お金の山、ごめんね、校長先生。おじさん、ごめんなさい。二度も死ぬことになるなんて。この写真を撮ったの、ずっと昔のことみたい。あれから何度力を使ったんだろう。留守電を消したぐらいじゃ警察はごまかせないよね。これを見るといつもおじさんとクロエのことを考える。これでこそクロエだ。わからないな。おじさんがクロエをどんなに愛してたか言えたらいいのに。必要な情報が足りてない。やるべきことは3つある。 OK。 あ、何のこと？まずフランクの手帳の解読、それからネイさんの電話を手に入れてボルテックスクラブのパーティーの日にどこにいたか探る、それからチャットのログも調べる。で、クソ親父からフランクとネイさんと暗い部屋について聞き出す。銃もあるしな。しまっておいて、そんなもの使わないよ。クソ親父を殴って巻き戻せば。はいはい、わかりましたよ。この力は無駄遣いできないの。とにかく慎重に使わないと。まあ金が手に入ったからいいけど。あれは例外。フランクは危険だからやむを得ずだよ。わかってる。それじゃあマックスはガレージを調べてくれ。私はネットで誰がどこと繋がってるか探ってみる。クソ親父には気をつけろよ。まあ、昨日の様子じゃ仲良しみたいだけど。やめてよ。こんな力、むやみに使うのは危険すぎる。過去をめちゃくちゃにするのはやめて、うまく現実を乗り切らなきゃ。あ、あの小鳥、ここから出られないんだ。ほら、飛んでけ。こんなに穏やかな天気なのに、
明日竜巻が襲ってきたりするの。町で一番高いレストランだ。おばさん、喜んだだろうな。かわいそうなクジラたち。一体何が起きてるの？おばさん、二人に家族になってほしいんだ。パリ旅行の貯金復活したんだね。この世界と別世界、両方に私がいた。でも、何が起きたのか全然わからない。力を使えば使うほど私は何も変えられないんだって思い知らされる。今私が存在する世界が2つも3つもあるとしたら、どれが運命だって言えるの？あの世界がそのまま続いてたら、あの後のクロエを見ておじさんたちは最悪だ。別の世界のことを考えると、時間を巻き戻す時より頭が痛くなる。あの竜巻の夢から全てが始まった。おじさんのいないこの世界には私の蝶のスケッチもない。またタイムトラベラーの仕業ってわけ。おじさんは最後まで濡れなかった。デイビッド、死んだ鳥をちゃんと片付けてる。車の修理終わったんだ。新しい手がかりが見つかるかも。デイビッドもこんなパーティーに行くのかな。悪いが、ここは男の隠れ家なんでな。女子は立ち入り禁止だ。デイビッドはネイさんを何かで助けた？姉さんの父親はどう関わってるの？悲しいな。またおじさんに会えて嬉しかった。今のクロエも会えたらいいのに。ファンエステートの防犯カメラ？きっとデイビッドはブレスコット家とも関係が。署名に協力すればよかったかな。安全とプライバシーなんてもうどこにもないよ。俺に何か用か？あ、クロエを待ってるだけです。今お手洗いに行ってて。お前には借りがある。今日のところは信じてやるよ、その言い訳。お前じゃなくてコールフィールドです。そうかい。クロエと出かけるなら危ないところには近寄らないようにな。アルカディアベイには暗い場所が多い。暗い場所ってどこのこと？ブラックウェルにはいろいろな事情がある。お前は余計なものを見すぎた。これ以上首を突っ込むな。今さら無理です。すでにいろいろ知ってるし。例えばあなたがショーン・プレスコットに雇われてるとか。あ？誰がそんなこと言った？ネイサン・プレスコットか。あれで定額にならないとは運のいいやつだ。運は関係ないと思いますけど、
私が停学になってもおかしくなかったし。あの時はまだ証拠が揃っていなかったんだ。悪かったな、マックス。で、俺がプレスコットに雇われてる証拠はあるのか？以前はパンエステートの警備担当者だったんでしょ？書類を見ました。感心するよ。大した探偵だな。だが俺は雇われたわけじゃない。見積もりを出しただけだ。個人的な理由でな。とにかく、誰にとってもきつい一週間だった。特にケイト・マーシュには。助けようとはしたけど。助けたさ。お前はまさにヒーローだった。そもそも俺が屋上の鍵を閉めておけば、ケイトもあんなことには。真っ先に屋上へ駆けつけたのもお前だしな。ケイトが苦しんでるのは知ってたのに、ジェファソン先生も今さら謹慎したって。奴は口先ばかりの気取り屋だ。非番で家にいる今だから言うけどな、クロエも影じゃ俺をクソ親父と呼んでるだろ。まったく何がアーティストだ。なぜそう思うんです？アーティストなんて自分勝手な奴ばかりだ。兵役中に何が嫌だったって、人を寄ってたがって反戦なんとかのモデルに従う写真家どもさ。でもブラックウェルはアーティストの学校ですよ。そんなところで働いて楽しいですか？俺には家庭があるんだよ。それに俺はブラックウェルで働くしかないんだ。俺がいないと大変なことになる。そんな中、グラント先生と楽観主義者どものせいで監視カメラが中止になった。誰もレイチェル・アンバーとケイトから学んでない。しかしお前も監視カメラに負けない働きぶりだ。俺をかばってくれたのはありがたいが、お前やクロエがこれ以上首を突っ込むのを見過ごしにはできん。事態はひどくなる一方だ。クロエと私なら心配いりませんから。そろそろカメラの方を仕上げるとするか。俺だってアーティストなのさ。デイビッドを完全には信用してないけど、最低の父親ってわけじゃない。クロエもいつか気づくかな。かばってくれてありがとうよ。すごい頑丈そうな錠前。デイビッド、一体何を隠してるの？鍵か暗証番号がいるんだ。この錠前見たことある。当たり。絶対何かの番号だと思った。地図、メモ、位置情報にケイト、ネイさんの写真。やった。大収穫。クロエのとこに戻ろう。ああ、青カケスの卵だ。板をどけたら写真が撮れるかな。ごめんね、一枚だけ撮らせてね。アルカディアベイ自然シリーズにもう一枚と。板を戻して巣を守ってあげなきゃね。ありがとう。ゆっくりおやすみ、たまごちゃん。寮に戻らなきゃ。収穫は？バッチリ。秘密のファイルを発見したの。ケイトとネイさんとレイチェルの。あと場所を示す座標もあった。デイビッドは本気で何か調べてるみたい。見つかるとやばいから早く行こう。寮に戻る前にケイトのお見舞いに行っていい？元気にしてるかな？